ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第24節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。さあ、キックオフです。アンディアーン、いいパスだ。流れを止めた。シュート、取り損ねた。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。ニールレンス、体を入れてきます。ボールを囲んでいきます。シュート、折り返し、ゴール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 、アンビリバブルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。圧倒的な跳躍力を生かしたヘディング。これはファールです。シェフチェンコ、これはイエローカード。気をつけてプレーしないといけません。これは相当激しく痛がってますね。クリスタンバル、ヘッドで、これはピンチ。マカーイ、これはファールです。ピルド、これはイエローカード。ヘッドで、いっていって、ドッグドッグ。マカール、空中戦。前半15分、シェフチェンコ、フリーにさせてはいけない。クロス、グリフィン。さあ、どちらがボールを支配するのか。走り込んできた。キーパー飛び出してきた。マカーイ、アリカルテ、さあ、ここからどう攻める。中に絞ってきた。入った、ゴール、ブリリアントゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあ、もう一度見てみましょう。ジャンピングヘッド、
リターン。さあここからどう攻める。ヘッド。抜かれた。さあここからどう攻める。中へ上げた。スライディング。ニールレンス折り返す。ヘディング。キーパーに抑えられました。ヘッドでつなぐ。マカーイ。デブーク。オフサイドフラッグが上がる。前半35分をすでに過ぎました。中へ放り込む。グリフィン。得点は2対1。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。マカーイ。スローインです。ハーポストを狙った。前が空いた。ゴール。マーベラス。シューバー。ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き足が素早いです。外してしまった。これは決めなければいけない。さあどちらがボールを支配するのか。シュート。ポスト。郵便です。守り切った。ニールレンス。シュート。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は3対1。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。合わせた。さあここからどう攻める。コーナーキックです。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。ブリッジス。つながればチャンス。さあここからどう攻める。一旦戻す。ニールレンス。さあここからどう攻める。アンビリバボール。ゴール。スーパーゴール。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 ミラクルゴール。大
愛車輪の活躍ハットトリック。我々は幸運と実力。リロードのようなボールタッチ、ナイスファイト。ビエイラ、マークにつきます。グリフィン、ここで折り返す。空中戦、ボールが宙をさまよう。ここから狙う。マカーイ、タッチラインへ逃れた。これはピンチ、中へ上げる。これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。アンディアン、ニールレンス、決めることができない。グリフィン、ドリブル、マカーイ。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。躊躇せずに蹴りました。交代した選手がサポーターの声援を受けています。さあ、チャンス到来。グリフィン、走り込んできた。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブルを披露しています。ニールレンス、シュート、横にそれてしまった。頭でつないで、ペッソット、ニールレンス、シュート、コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。主審笛を吹いた。ブリッジズ、この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。ガンガンプレスをかけます。ふわっと上げる、ナイスセーブ。さあ、どちらのボールになるのか。果敢にスライディング、ニールレンス、コーナーです。スローイン、ヘッドでつないで、アンディアスローインです。
アルベルティーニ、パシャラ、ピルロ、オフサイドはない。スペースを使う、頭でつないでヘッド、シュート、キーパー正面。ここで試合終了のホイッスル。大量得点による一方的な試合展開でした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。